えー、映画、晴天の霹靂というですね、5月の24日から、えー、公開される映画で、えー。原作、そして監督、えー、出演と、いう方でございます。どうも。どうもお邪魔します。劇団ひとりです。あ、劇団ひとりさん、どうも。あ、はい、こんにちは。いやいや、よろしくお願いいたします。しかしこれ、いつ頃、この晴天の僕は見てないんですよね。え、え、なんですか。 今なんておっしゃったんですか僕は見てないんですよいやいや,えいやだから僕は見てないんですよいやいや見てないことないでしょ見てないことをね見たように言うのもちょっとあれなんですけどもねああのこの前ゲストに来ていただいた時にここでそのなんていうか揉めたような形になったことをうちの嫁がですね、はい、あんなことをそのゲストの方にねっね <laughs> えらい言ってましたね私、ちょっと今日は抑えますけどね、見てないんですよ。いや、ほら、前回もめた理由はね、僕はキス我慢、t h e m ーって映画に出させてもらったんですけど、師匠がそれをご覧になってないってことで、そのあと見ましたよ、そうですね、でも結局、ほら、それが引き金となって、ちょっと、今回ね、独演会の最中だったんですよ、それでどうしても見ようと思ってたときに、一日、マージャンに誘われたんですね。 うん、でそのマーちャンマーちャンに誘われたことがもうあそれもうそこしかないなと思う時に夜ちゃんと見ようと言うんでやったんですけどそれがそのあと次独演会やったんですずっとだからゲストの中でこんな言い訳してあれなんですけども僕が悪かったんですよこの『晴天の駅レッケン』ゲストにキャールとは思えながそれがほんまの『晴天の駅レッケン』言て <laughs> いや面白くないっす師匠笑えないっす笑えないっすね いや何、いやね、なんでマーチャン優先したんですかすみません。あのー、いや、普通、DVD を当然お渡ししてるわけですから、それで見るぐらいの時間あるでしょわずかこれ、96分ですからね。あ、あの、すいません、あのまあの、本当に、ハンチャン2回、ハンチャン2回我慢すれば、見れたわけですよ。そこにおられましたよね、あなた。<laughs> <laughs> あなた、そこにおられましたよね。そうなんだ、止めてくれたらいいじゃないですか。あなた、そこに行ましたよね、そこに。 いま,したね、いました、ね俺、まさかの、俺もいてるとは思ってない、こんなクソ忙しいね、みんな、はい、キャンペーン中やのにもかかわらず、俺も独演会の最中やのにもかかわらず、そのマージャンしてる余裕があるというのは、陽ちゃんなんかね、この大泉洋なんか、一生懸命せん、はい、もう宣伝してますよ、もうね、宣伝疲れが顔に出てるもん。いや、それはもう僕だって当然、宣伝疲れありますけどもあ。ちょっと待ってください、はい、あなたの場合は、あ,なた、はい、あのと人さんの場合はですね。 そうですねここ見てください書いてます、はい、あの演出、はい、それからまあもう言うたら監督、はい、それ原作、はい、もうそれだけのことやられてるんですよねする、はい、と自分なんですからやっぱそれだけ宣伝には回るいうのはあの当然ですよねだからそれはそれでいいんじゃないですかそれでこれあのキャスティングは誰がされるんですかその柴崎功さんとか、はい、大泉洋さんとかっていう方ははいえ僕が まあ当然プロデューサーとかとも話し合って、はい、あの大泉さん柴崎さんいいんじゃないかっていうことで、でも劇団ひとりさんの監督というのは初めてでしょ。初めてです。初めての割には柴崎浩、えー、風間盛よ、笹野隆、笹川隆なんか。 何してんんねどこでも顔出してるよこの人この人どこでもこの人いてなかったらえな佐々野さんいてないって映画探すぐらいですよえこの映画佐々野さんいてないやんみたいなまあそうですねうんこの人に頼んだ頼みましたよう頼んだなしかもものすごいああ言っちゃうんですけどちっちゃい役なんですけどねぜひお願いしますって言ったら心よく受けてくださってうまいやろうまいねんどんなこれ何の役ですか佐々野さんは これが、あのー、今病院のお医者さんの役なんですけど、うん、これがね、佐藤さんにお願いして、で多分、まあ僕が監督っていうのもあって、ちょっとお笑い芸人の監督だと、はいでまあ、短いシーンってのもあるからでしょうね、普通の真面目なシーンのお医者さんの役なんですよ、なぜかあの当日、じゃあお願いしますってお芝居したら、なんかお姉 <laughs> 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 んんのお医者さんなんですよ。 あれさ,さちょっとおねっぽいんですけどって言ったら、え、ダメなのみたいになって、<laughs> いや、これ真面目なシーンなんでっていう、ことおっゃそういうお願いありましたけんで、おねかが変わったんですかいや、変わりましたあの。ちゃんとした普通のお医者さんでやってもらいましたけど。ここは僕の選択肢はなかったんですか、監督。あの、こう、勝負でつるべてで、割とやりますよ。ああ、ちょっと迷ったんですけど、やっぱり。 役がちっちゃかったのでいや一個ねその江戸川の「の土手にいるホームレス」っていう役が一個あったんですよこれちょっと師匠にお願いしようかなと思ったんですけども、まあ、ちょっと役ちっちゃかったんで、はい、柴崎孝さんは <laughs>、はい、あ,のあれですかあの,、はい、あーのー主役はもう洋ちゃんにしようとしてたんでしょ大泉洋いうのは俺なかなかようやりますからね、はい ねえ、芝崎浩は綺麗ですよ。綺麗です。本当に綺麗です。特に僕のこの映画の中では非常に美しくあのこっちもやっぱ綺麗に撮りたいって思いありましたからね。うんうん、あの結構頑張ったんですよ。でそこら辺をあの見ていただきたかったです。いやあのこれはねもうもうじきあのー。

このラジオ何やっつけてるんですか？<laughs> いやいやだからラジオをやっつけてるという意味じゃなく、は失礼なこと言いますね。これは元々ね。僕は一人でずっと喋る番組なんですよ。はい、それを邪魔しに来てるんですよね。一人でずっとフリートークする番組なのにもかかわらず。はい <laughs> ゲストなんて、本当はこんなこと言ったられいらないんですよね。<laughs> あのいや特別なゲストだったら別ですよあ、こんな方も来てくれたんか、来てほしいとか言うんですけど、ははいわゆるお笑いの後輩の方が取られるというあのことですから、それをどうこうお笑いバカにしてるんですかバカにはしてな、ね、い。結局そうなんですよ。43年、私やってきました。<は>ええ。でも、いや、所詮は芸人監督でしょっていうのはとがあるんですね。それやったら武新さん、どうなるんですか それやったら、あの品川庄司、はい、素晴らしいですよ、庄司の映画。庄司じゃないですけどね。品川君の方です。あ品川。庄司君撮ってないですよ。庄司は、あのミキティって叫んでる方ですから。庄 <laughs>、あ、そうか、庄司、はい、庄司、庄司ちゃんはどう。うあ<の>品川。品川の映画も AC シー。ねはい、それからね、あの案外評価されてないけど、ゴリ。あ,あ、ゴリさんもなんか撮って、ね。ゴリの、あの沖縄の映画、めっちゃおもろかったですよ。 じゃあなおさらですよねやっぱそういう芸人が撮った映画面白いっていう意識があるんだったらななぜ見かかったんですかいやビデオ頂い,いてですね、はい、見ようと思ったんですけどもマージャン入ってたマージャン誘われて <laughs> そこにあなたを見てたじゃないですかマージャンふわっといたら <laughs> い<や>俺がさっき座ってたら後から来たお <laughs> 劇団、まあ、あの時監督じゃないよね <laughs> お劇団来てんねんか」ってなったいや僕もだからそういう事情を聞いていれば何やってらっしゃるんですかと。 他の方呼びますから帰ってさっさと見てくださいって僕は言いましたよあ,<の>あたかも見たかあの見たかのような顔してたんですよあの時正直言うと僕の印象ではあ今度はあのラジオ来てくれなかったらあ,<ー>あの映画なみたいな感じで言うからあ,<ー>あ今見てはいるんだけどここで感想言っちゃうとラジオで話すことなくなっちゃうからここはぐっとこらえてみたいな感じだから僕も映画の話はなるべくしないようにそうすいませんマージャの、ね、映画の話って俺に聞いたってですよどこに宣伝効果あるの やあの時も違う違うマージャン屋六本木のマージャンやいや別に俺雀荘のお客さんに <laughs> 映画の宣伝をしたわけじゃないんですよじゃなくて <laughs>、はい、そこで話しちゃうことによって感想をねちょっと待ってあのコ子イ子これ喧嘩してるのちゃうからなあ奥さんにねあっ、うん、と喧嘩してるようにイ子が思ういやこれ喧嘩ですよ いや喧嘩じゃないですって言わないですれるでど「レイコは怒ります本当に <laughs> ゲストの方と喧嘩してあんたねそんなラジオが成立するの?」って言われたんですよすいませんいやでもこれはもうさすがにだって初めてじゃないですかこれやっぱキス我慢の時に全く同じやり方はしてるんで,いで、はい、ちょっと待ってください全部言いましょうこの映画は,は全部言います大体わかります全部言うはいど,どういうことですか あらすじみたいなのは大体わかります陽ちゃんが、うん、あの主役ですよねそうですでこの人がタイムスリップして、はい、それであのーまあ、昔の世界に行くわけですよ、はい、するとこのさその昔の芸人でそれで手品師なんですよね、はい、ほんであ,のあれですやんかあのー、柴咲コウの子供になんねん、はい そういうことでしょう。だいたい合ってます。大体 <laughs> 合ってるんですけど、<laughs> はいはい、そういうことじゃないでしょ。やっぱり映画ってその細かい新シーンのこだわりだったりするわけじゃないですか。で、あのあのシーンはどう撮ったの？とかそういうのを僕今日話せると思ったんですよ。あ,あ、ごめんなさい。ごめんなさい。どんなちょっとこれも1から聞きますけど、実は俺は見てたとなった。どうするんですか？いや俺ね。もしそうしたらね。 かっこいいなとあえて一個盛り上がりを作るために見てないっていう手を取ってここでちょっと一もんちゃく起こして本当は見てたっていう当たり前ですよ監督いやそれは本当に見てましたこれは恥ずかしいです、はい、すいませんありがとうございこれは見てましたすすいませんなんかあのー、最後に出てくるねあのー、あれですよ風間森生さんあの人もやっぱりさすが 元々の劇団におられただけあって素晴らしいですよね最後に出てくる最後まあ最後にというかまあ途中っていうかまあまあ途中ですかねどちかいだあのー、ちょっと割とアウトローの役ですよねまあアウトローっちゃアウトローなのかもしれないですねうんそうですであの柴崎さんが妊娠されるシーンがあるでしょ 妊娠するシーン妊娠するシーンってなっちゃうともう子作りのシーンになっちゃうから, <laughs> から違う妊娠してありますよねそれを生まれたのが大泉洋ですよねそうですそうですだからこの辺がちょっと複雑にうまいこと作ってあるなと思いましたよ。そんな複雑じゃないですけどね結構シンプルなストーリーに求めてあいやあの結構ところどころマジックがあったじゃないですかはい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 どのマジックが好きでしたそれはやっぱりあの縄で はい、ロープで首キューって引っ張るはい、はい、マジかあれ面白かったあそれは本当にあります <laughs> それは本当にありますだから見てる言ってませやん本当に見たんですかはい。いや俺ちょっとよくわかんなくなってきたすいやいや見ました見ました見ましたじゃあオープニングどんな感じでした一時そんなねそれねすいません取り立て屋や 俺はててどなってんだあれはっていうような言い方で、ね、いやでも見たんですよね見ました見ましたいやこっちも別に疑ってるわけじゃないんですよだ,かだから俺が見てですよはい俺がごめんなさい玲子こ喧嘩してるわけうちの夢はほんまに怒りますからね僕も別にああのこんなこと言いたくないですやっぱ最初の最初見てないみたいなこと言ってたから今どっちなのかなっていうこれ多分リスナーもそうなんですよ本当は師匠本当に見てないんじゃないかいやもしくはいやっとしたら見てるかもなっていう意識があるんでオープニングだけ教えてください 見ましただから見たのは分かったんですよオープニングはねどういう言うたいいんですか青空からバーンと入っていくシーンでしょオープニングが青空違います青空あったんかなちゃん,ちゃんと思い出してください青空でした青空夜夜か夜や夜でしたねよくよく考えたら夜よるよるや、はい、夜夜バーッと雨の日や降ってました本当に雨の<が>な <laughs> よ降ってましたほんとって すいませんあのね忙しいねごっちゃになってごっちゃになってはいあの今日僕はあれも見てきましたから「不思議の岬の物語」これをぼっ映画それも見てきたからもう俺ねそれから「僕たちの家族私の男」これみんなもう頭の中いっぱい入ってますからねはいはいはいていだいって中の一本なわけですねそう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 そいはいははい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  えー、かまってちゃもんも見ました。わあいっぱい見てますね。はい、神聖カマってちゃん。はい。でオープニング。オープニングは雨降ってました。雨降ってた。降ってた。降ってないです。降ってない。室内です。誰あれどの映画。なんかと勘違いしてね。勘違いしたね。はい。はい、俺も帰っていいですか。いやいや帰らないでください。帰らないでください。 それはね、俺、本当にもうこの2、3ヶ月、キャンペーンでいろんなところ行かしてもらいますけどだから、キャンペーンと同じことばっかり聞かれるでしょ、こういう手口って本当ないでしょ、え、うん、って、ゲストに来て、同じことばっかり言うの嫌やんか、<い>これ、もうよ分かってんねいや、それはもう仕事だからしょうがないです、あの、はい、これ、キャンペーンなんないです、しよう、これ、ちゃんと想像してくださいね、これ、ラジオ聞いてる人が、ああ、これ、映画面白そうだなって。<laughs> 一人でも思いますかね俺絶対思わないです。いや、えっと、24日。<laughs> <laughs> 何を悪いってんの ?24 日、どこであんのどこでって映画館ですよ。映画館、そこほんだ、24日並びに行くわ、俺もね。そんなに言われるのやったら、24日、舞台挨拶も俺出ようか。あありがとうございます。やったー <laughs> 舞台挨拶来てくれるんですね。 24日。ちょっと待って。24日だけだとちょっとそういう手口ですね。あなたいつも来てくださるんですね。いつもね。23。23も22も、なんかあるんですよ。三日ぐらい連続で。ちょっと待ってください。ありがとうございます。たす舞台挨拶は、あの、そのまだちょっと待ってください。あなたいつもキス我慢もね、急に言ってはね、あれ、鶴瓶出るよ、みたいなあったよね。ほんまにキス我慢出ましたよ、私。だから、あの、こういうオンエア上で約束って、大体、 流れちゃうことが多いんでもう早速プロデューサーに電話して「キス我慢出る」って言ってたから「もう明日バカな顔して早く行っちゃえってって」っつってくださいましたもんねでもあれに関しては僕からちょっと仕掛けた部分ありましたけど、うん、舞台挨拶に関しては今市長の方から「 出たいっていう。すみません、そこ行って邪魔になりますでしょ。舞台映画には出てないのにもかかわらず、<laughs> 舞台挨拶の端に俺がおって、え俺も浮くし、客は何なのって言うし、それで来た、あの、写真撮ったある人たちも、この人何入ってねみたいなありますじゃんか。いや、それはもう話題性だけで十分ですから、うん、関係ない人が舞台挨拶来てるってのは、うん、ほんならこれがほんまの晴天の駅弁、うん。ああ、それいいですね。これ <laughs>、ええー、い,いいですね。ええー。 これでもう、なんかもう見出しが出ましたね。もうそういうね、これがほん、ほんまの晴天の霹靂やっていう。<laughs> じゃあ、あお待ちしてますんで。どうします?。何日にします?。ど、こに行くのあんたらは。これから、まあ、福岡行ったら札幌行っちゃうんですけど、そやっぱ。ね、そこはそこはさすがにお呼びできないので、東京で。もう、はいはい、確かに二三連チャンはあるんですよ。はいはい、舞台挨拶みたいなのって、はい、で、そこで、まあね。一箇所ぐらい必ず、あ,あのね。 そういすみません。それやったら、どういう出方します。私、このラジオ聞いてない人ばっかりがですね、はい。北春、ね、そこに俺がおってですよ。はい、その前で、映画の宣伝しはる司会の方が、俺をどう紹介しあるんですか。ちょっと監督、言ってくださいよ。俺は、それは、あのー、今回、この晴天のね。霹靂を、あの、ラジオで、あの、宣伝するって一体ても、かかわらず。見てなかった。人代表として。 であの見てないなりの意見を聞きたい大体ほらこっちの出演者ってのはいろんなね是非面白いですみたいな要は経験則でしかしゃべれないけどそれを見てない人の意見も舞台挨拶で大事だと思うんですよ見てない代表として、はい、はいはいわかりましたそれはスケジュールは後でやりましょうでちょっと聞きますけどもそのこれはモニターがあったんですかモニターがその監督やってる時ししいやいや<れ>そうじゃなく監督やっておられる時にモニターを置いて OK! とか。 スタートとかあったんですか。やります監督ですからね。モニターがあった。モニターあります。ああ、いやどこ食いついてるんですか。いやいやいや、あの鳴島さんもモニターがなかったり、普通のあの監督ね石井さんもモニターがなかったんですよ。フィルムと。フィルムはいはいはい。モニターのあるやつでやられたわけですね。そうです。あのデジタルですから。デジタルでね。おお、それはもうで編集はどうしたかったんですか。編集所で。いや編集所でしたけども。はい。 長く撮ったんですか。ものすごい撮ったんですかこれ。どれぐらいを何分何分あるんですかこれは。九十六分です。ああそうやつや。結構冒頭に言いました。九十六分や。はいはいはいあ。わずか九十六分が見れないのかって言われたから。そうです,そ,うですその時俺俺はね見れて見てんのになって思いながら、ね、あのいやだから見てないんですよね。見てない見てい見てない。はっきり言ってね見てない。見て見て <laughs> 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 本当に何でしょうこのかわいい後輩のね、はい、あの仕事ぶりって気になんないんですか気になるよあっ劇団一人頑張ってるんやったらちょっとねどんな仕事ぶりしてんのか見ようかなみたいなまあ監督めちゃめちゃ多いでしょ監督多い監督みんな芸人ってやっぱりそれぐらい監督ってそんなできるの武、まあ、志兄さんが一番最初に、はい、まあほとんど一番最初にいったわでそうですねお笑いではねはい なんでやろうと思ったの撮りたのりいって晴天の逸れで言うその前にはね『影ひなたにはそは小説書いたはいいや『影ひなたに作っていうのは映画化されたんですよああ見た見た、はい、それはでもなんかね<れ>僕がどうのこうっていうか三浦智和さんとの関係で見に行ったやつですよね、うん、まあまあ誰の関係でもまあ,あの見に行ったことは見に行きましたからねあれ映画やとは。 あれはもうあれ誰がですか関関係ないです関係なないという僕はもう原作だけなんであの映画にはノータッチ今回はもう脚本もやって、はい、<う>で今回のやつは本当に見てほしかったんですなるほどはい潰しようないんですかそういうお話映画監督やりませんかみたいないや全然ないよ俺で言ったら無理やるそんなことはないですよねフィルムどこ行って分からないもん多分このフィルムいや管理は他の人やってくれます <え>監督ってフィルムの管理までまだやんないんですよこっからここまでな何やったんやろとかどうなんするのこっからここまで何やったかなとかあの<え>カットねはい、はい、カット数がどれぐらいあるのか知りませんけどはい、はい、あこれどこ,どこやったかなとか変なことになれへんのそういうのも TK さんあのタイムキーパーさんがいてこ、はい、ここで,ここでよ,よくほらつながりみたいなことでさっき右で持ってましたよ<ー>みたいなだから右で持ってくださいみたいなのは全部やってくださいますか なんか監督何すんのいや演出です演出ってどういうことどういうことって散々映画とか出てるじゃないですか <laughs> 監督さんの仕事ぶり見てますよいや見てます今週何してんのかなと思ってましたいやいやそんなことは思ってない <laughs> 思わないですよねあら今日めっちゃおもろいことあったや、はい、言うていい、はい、こんなことありえないで ゼロ号や、ゼロ号。はいはい。わかりますね。一番最初のですね。でみんなこれから、これから直、あ、ゼロ号の前や。もうこれから直すやつや。ゼロ号の前ってんていうのラッシュ。ラッシュ。ラッシュをもう完全つないで、ちょっと音も入ってんねん。はいはいはい。それで、向こうの、あの、岡田会長も来てんねん。はい。ね。で、僕と吉永さんと見てたや。監督もいてんねん。で、っと入ったら、入って10分ぐらいで、ものすごい響き聞こえるね。響きが。 <laughs> これいびきをいびき,いびきやなあん <laughs> あれいやまさかで今日初めてみんなで、はい、つなぎふふふとってやっほんだらね前のね、はい、岡田会長会長がちょっと動いたい左に、はい、ほ帽子で寝てるおっさんの頭を。<laughs> <laughs> あんなこと、ありえないわ、ほ <laughs> んで、去っていったら、あやっぱり寝とったよやなと思ったんやけど、そのおっさん、誰は分からへんねんで、はいはい、誰分からけど、あとみんなで会長だとご飯食べて、会長、なんか動いて頭殴ってはりましたよね、そうやな、お前、入ってな、しばらくしたらな、スー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 言うてるし、何かなのって、全然知らんやっちゃうけど、寝とんねん、おかしいやろと、そんなもん、まだラッシュで、これからどうなるかといって、もうそういう専門のやつばっかりいとんねんやと。はい ね、ここは交渉とかここは交渉とかで、ね、ここは短いとかここ長しうとかもうちょっとここ切らなあかんなという連中ばっかりがいてる中でねえ <laughs> <laughs> それをそこの一番偉い会長が誰や分からんけど帽子で頭パーになるんでね <laughs> これねそれコントやで、ね、これ完全にコントやわいやそれはラッシュってものすごい緊張感ですからねそやろ、はいでそれもえ 東映の会長が来てんねんで。で、俺、後ろやって、俺と吉永さんいてんそれで監督もいてんねんで。はい、そこで寝てるやつって、誰や、<laughs> おい、ちょっと調べてくれ。<laughs> ええ度はしとるわ。それで、会長に頭帽子で、ね、ね、会長も誰やわからんけど殴った言うてね <laughs> あまりでも、そら、そらそやわな。ひどいよね、これ。いやそれはひどいですね。こんなことが起きるか。まあ、それがまあ、相当の大物じゃないですか。あんなとこ寝れるってのは。 あれ俺前で実その事件が起きたん何してんのやろな、はい、岡田さん」ってそう時は帽子脱いで全然しないやつだったうパンってやったら <laughs> そっから寝息が止まったん <laughs> 寝息やでフう、フう言うてんねやでいやラッシュはねラッシュは大事やろほんに身内しか来ないですからね あそう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 、はい、でもだいぶいましたねあれ人数はえ<ー>うんラッシュってことはじゃまだ完成してないってことですねまだか完成してないねこの時点であそこどうなのかみたいなそう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 でも、まあ、私が出ましたけど、ね、言うんですかそういう時って何<が>師匠はあそこのカットちょっとい,いらないんじゃないいやそんなん俺よう言わんし知らん分からへんでもねあかんわやっぱもう自分のは全然あかんわいやもうこれもう謙遜でもない <laughs> なんでこんなもうちょっともうぺんちゃんとしといておいたよかったもん うかお芝居というかねあもうビジュアルあのねビジュアルはい <laughs> いやそれどうしようもないんじゃないですかそれはさすがにっっ何言うてんのオタクいやいや芝居に関してはあもうちょっと感情の入れ方違ったかなみたいなのは分かりますよこの顔じゃなかったなみたいなのは <laughs> 違う違うでもどう,しようもないすそ,れじゃそこで、はい、弟の時はね、はい やっぱりねがんやから痩せたよ、あのー、ゲげっそりおも見ました見ましたねゲげっそりしてたあれぐらいの方が映画としてはちょっとええね今度の芝居は別にそんななんか、うん、死ぬとかそんな激しいものはないわけや、はい、まあまあ一か所あるけどそんなないねだからもうこの川やねだからほんでで、ねはい、太ってるし ぶっさくから腹出てるし <laughs> そんな人が恋愛もんってそれも相手が吉田が <laughs> これもあかんでといやそれでいいんですよ別だって師匠に対してそんな誰も期待してないですからえかっこいいシュッとした師匠って別に誰も何も思ってないです一かけもそんな期待ないすおいそれどういうことや俺もあれえ,え？自分とかっこいいと思ってるんですか <laughs> 62年この顔でやってきたやんそんな思わないと生きてられへんやろいやそれ芸人としてかっこいいですよいやその単純にもう見た目だけの話です自分のこと何点ぐらいだと思ってるんですかいやなんで誰,誰となん比較しようこいつとどっちが男前か言うてくれんとまずどの辺からいく俺とこの人やったらこの人がこの人に勝てるかどうかとうかはいはいはい、はい、あ、じゃあもう,もう,う安倍寛さん <laughs> そんな、高いとこから来たらあかんやん。それはまた。上から行きたいんです。上から。でもね、安倍博士もね、味方によってはゴリラみたいなとこあるからね。あの、<laughs> それがええねやんか。が <laughs> っつい。もうがっつい顔や。 顔は見た目によってゴリラってゴリラぼゴなラですよいやいやだから味方によってはっていうだけかゴリラからゴリラやでほんなら誰をお笑いにしよういやいやこれはもう負けですね負けもう完全に負けはねお笑いで言うてもうちょっと下にしてえっとじゃあさんまさんさんま男前やなあいつ男前やで男前です男前やでほんまにあれほんまマジで男前やでです顔しとるわいなうんだからそれはもう負けやわ でこうやってまたなあいつな一生懸命やね仕事一生懸命やろ一生懸命一生懸命で一生めちゃめちゃおもろいおもろいやん、はい、うちの姉が言うたんよ<の>俺に電話かけてきて違う話してた時にねあんないろんな人いたはるけどな、ね、さんまさんだけやあんなおもろい一生懸命やってはる人いや <laughs> 俺はどうなの <laughs> 姉に言われたや、ねうんサンマさんサンマさんだけやわみんな芸人いてるけど一生懸命やんか、うん、いやみんなそれぞれ一生懸命やってんのにね姉にはねサンマが一生懸命やってるように見えんねんだから俺はサンマに電話したんや、はい、お前なうちの姉がな「お前一生懸命や言うてよほんまあの人だけは一番おもろいのに」って言うてんねん、はい、って言うたらサンマがどないと思うなんですかあ しょうもない電話入れらんない切られたや3万はそう3万の男がやかなそれはもう待ってるそうですねじゃもうちょっと微妙なとこ行きましょうか微妙なとこ行ってくれじゃおぎやぎのおぎさんやはぎはやはぎのおぎはお前おぎやかいやええといえばええやつもんねやろうけども顔はもう俺のがええと思うわ人相がええね俺の勝ちや いや負けですおぎにはいいわゆる本当にあんなブリの穴みたいな顔しとんで鎌 <laughs>、えー、みたいないや見た目だけの話ですよ多分負けです本当におぎにはいあ、ほんならもう次はいな買ってるやつはあのー、俺は買ってるって言うでまあ面白いいやそれはいやじゃあ例えば日村さんえー、ちょっと待ってお前殴りかかるで日村ってあのあの日村かいな、えー バナナマンの日村やよま何言ってのよ<や>バナナマンの日村と俺とどっちがブサイクだけ自分がどう思ってるかす俺や俺がかっこええねそれは僕もそうだと思います <laughs> それは日村さんによりはやっぱかっこいいと思いますはあそうや今のところは小木さんと日村さんの間なんですよねああそうあ,いあいつ誰やフットボールのことの面白い出るかな岩尾はいそら俺のはえやろ岩尾 いやいいラインですよ多分ちょっとい,やいいいやラインじゃないですかねおそらくあのちょっとお前確かか <laughs> 俺が「言わお」と「えらい」あ本当に買うわけですよだからその「芸」がどうとか「面白い」とか「人柄」とかそういうの全く抜きでだ本当に肉の骨格の問題だけで言ったらいいラインじゃないですかねえっ、ー いほんとに俺これはもうほんと信じてます。ええ<ー>まあちょっとちょっとでも勝ってたとしてもほんとにちょっと勝ってるぐらいですあのね猫ひろしどうですか猫ひろし微妙やないや <laughs> 猫ひろしは微妙やわまあええ顔しとんねんでもん、ね、そうですねでも 顔たら笑顔しななあいつ悔しいつ悔 <laughs> 俺な CM の似たはい、はい、似たタレントいうのが昔あったんやあの子こ,この人があかんかったらこの人に頼もうみたいなあ、はいはいはいねそういう意味で俺ちょっとショック受けて似てるタレントやでその当時はいはいえ俺とサンコンさん CM のラインで <laughs> 似て似てだもて通勤しようべないですかあったらったら三本さんに頼んでんねんって<ー>だから世の中わからんなああれも書いてたわあのあれえっとねも俺もちょっとショック受けたわこれ蛭さん <laughs> あそれはすごいわかります何わかんねん同じほぼ同じです確かにビスさんと俺同じラインはいここまでやってきていやもうルックも,もう本当に一番どっこいどっこいかもしれないですね エビスさんと、はい、吉永小百合さんの相手役やでお前吉永さんには悪いやないかいやだからいいんじゃないですかあの<え>お綺麗な吉永さんとそうじゃない師匠の恋だから多分いいんじゃないですか見てる方としてはそこら辺美男美女だとうーんってなっちゃうじゃないですかそれがなんか師匠みたいにあのねちょっと崩れてらっしゃる方だとこっちも安心して。<laughs> あの崩れてらっしゃるっていう敬語をつこてるけれどやっぱり後ろめたいとかあんねやろな目線合わせへんやん今ちょっと外すやんかく崩れてらっしゃるってえやっぱり本気でお前それ言うてんねんやそれやったら目線合わせへんいうことは、はい、<laughs> 声にして返事してくれ <laughs> <laughs> バカにされてるみたいや。 いや,いやすみませんラジオ昨日うちの嫁にも大使もあれですけど喧嘩はしてるということじゃないんでねえらい申し訳ございませんい。い晴天の霹靂」いうのはね本当にこれ見たいわ見たけど見たけど皆さんも見てくださいこれはね「雷がパーッある日を落ちんねん」そうです、ね、するとねなんかどっかあの,あの時代が変わったところに行くわけ何時代でしたかね 昭和や昭和です、はい、そうそうそう昭和やから48年十八。ちょっと待ってください、はい、昭和48年昭和47年に俺はこの世界入りましたからねあそうですか昭和47年にそのまあ初舞台踏みましたから大阪の新花月というとこですね、はい、あの西成のジャンジャン横丁の真ん中で新花月というのがあそこで小木原さん 八巻前出したばっかりやん。やえ、昭和47年にじゃあデビューなんですか。そうですそうです。え、たけしさんって何年なんですか。たけし兄さんは昭和40あれたけしの後じゃないですか、ね。後やけれど、けれどやっぱり権力あるからな。<laughs> <laughs> え、いや俺はこのいつもたけし兄さんたけし兄さんって言ってたから。 関根健次さんの下いや、いや俺先輩だと思ってたんですよ。いや、でも今聞いたらあれ、四十七年だったら四十七年やね。健次、年も上やんか。年は俺は四つ上やも健次さん。健次さんの方が上ですか？はえでもほら芸能界ってあんま関係ないじゃないですか。芸芸芸？いやえ芸能界っていや僕だって年上の後輩とかも。 い,いますからねいや東京と大阪から分からへんどっちがどうなのかっていうのはね、はい、ほんならねやっぱりあの実力あるやんか <laughs> <laughs> <に>はいあほんなら一緒や<え>同期同期1972年結成やから同期や2ビートか 2, 2ビートほんでその前にいたあったやんやそれ先輩やな い,やいやもう無理やりどうにかして先輩にしようとしますよね違う違う実際同期なんですよね<先>1 9 7二年に2ビートやけどその,その結成やからその前に漫才してその前に誰かと組んだり悩みがしたあるわないや確かコンビはでも初めて2ビートだけですよ、ね、2>, 2ビートだけなのうんでもちょっと上やと思うよ俺二月やどうしてもやっぱ先輩にしたいんですあのお前な いや俺びっくりしたいやもう40年以上やってる人でもやっぱそこら辺の微妙な加減ってあるんだなっていう<え>結構ね若いうちだとどっちが先輩だとか後輩だとかって気になるじゃないですかやっぱその40年以上やっててもそこら辺はうわデリケートなんですねなど,どこら辺なのどこら辺がデリケートなのいやもう長年やってるからもうそこら辺はなんかざっくばいや俺でも最初におたた時は武史さんたしんさん言ってましたからねたけしさんはどうやって接するんですか なるほどじゃあお互いちょっと敬語な感じなんですかさんとか言ってたけど一番最初に出会ったのって何歳ぐらいだったんですか,か2ビートの時やからアベノの「アポロ」で出てた時も俺も出たからね漫才ブームの後ですか前前前は<ぁ> 2>, 2ビートが出てきたなっていう時やったそういう時ってもうちょっと関西の方にも噂わは来てるわけですかうん来てるあ2ビートとそれからこれあのー、田園調布に家が建つというはいセントルイス 噂がもうえらい,いるぞ聞こえようねで僕はですかその初印象っていうか初印象ってなんかす,、まあ、すごいなみたいな違う歌う俺ら漫才ちゃうからそえいらねえな俺はまあまあ落語を書からその時落語をゃ漫談みたいな立ちでつるべ話のはい、はい、ずっとやってたからね、はい、その時やっぱすごいなとは思ったよそれもう人気も大阪でも人気あったからね 『ーオールナイトニッポン』やりだしたことちゃうかなでも当時まだ漫才部分の前だったら、うん、大阪の方で2ビートを見る機会ってそんなにないわけですねいやでも噂来たよね割とそのラジオの噂っていう<ー>、うん、だからそういう時は舞台はまあ大体同じ初舞台は一緒ぐらいやよね、うん、はいだからこれはおかしいのはあのえっ、ー、とドリフはいドリフと俺ドリフドリフターズの人と後年で俺一緒にコントやってんのよ えー、その時に坊やで来てはったのが志村,志村さんやねん。はあじゃあ志村さんは相当後輩になるわけですかええ後輩じゃないもう,その<え>もう芸能界はだいぶ前に入ってはったやん坊ややなあ<ー>だから弟子の時代よ俺らは自分で言うのがすぐ出たやん弟子入りしてすぐ出たやん、はい、その年にレギュラー6本やっとったんやもん、はい、だから早かったんや、はいうん、だから な誰がどうやっていうの分からへんねん,ん志村さんは、ね、いやあの時に見てるから言うねんけどそやけどなやっぱ向こうの方が権力あるやん <laughs> <laughs> 権力弱いっすね <laughs> 権力というかメジャーやん完全に志村けんやでビートたけしやでいやまあそうじ、ね、ゃメ,メ,メジャーやんで何したい言うたら要素あるやんか俺お前俺が何したん俺は言って いいっぱありますよどな言うてくれ俺は一体何でここまで来たんやそう言われちゃうと一遍でトンネルズに呼び出されて「なんであんたその『紅白』の司会してんの?」と「何ってたんや言うから「パペポや!」って言うたら「パペポなんか知らんと」「突然ガバチョは!」って言うたら「突然ガバチョも知らない」と。 大阪でやってる、東京でやってたから言ったらもういや遅い時間帯やろうとでもすぐ終わってもだたと、うんななんやと一緒に考えたんやなかったんやお <laughs> かしいんな前はとんなんだいや言うたら裸なったんやということを言わされたんや裸なってこんなに人気でやるかおかしいやでも本当に今聞かれた時それしか僕思い浮かんでなかったです、うん、なんか 出したな業績は出したなはい出したっていうイメージですねもうあれそれでのし上がってきた人っていうねいやでもねいや俺そっちの方むしろすごいと思うんですよなん<え>だろう,もうこれっていう例えば 竹さんひょうきん族の時には俺は隣でナンバーワンクイズやっててダメなって三3ヶ月、ね、か月終わった全員集合とかが全員集合とけじゃ,じ,ゃじ,ゃじゃないじゃないですか東京でいうとないよそれなのに今の地に上り詰めたっていうのが僕はもうすごいと思うんですけどねなんかまあどこにでもい入れる人というか <laughs> ダメですか足りないですか足りないなこれって「紅白」の司会やってんねんで俺そりゃそうですようんその年にそういう事件があったんや<え>あ、ね、あ,あの年だったんですかはあもう NHK も勝負出たな<え>完全にえ出した,後ででしたそう6月だ 7月に出して12月に「紅白」の司会したから「<laughs> あこれんでやろ?」と思うだもんねもうその時点決まっててどうしようもないやいや決まったんや11月ぐらいに決まったよやではあなかやっぱめでたいなと思ったんじゃないですか <laughs> <laughs> あの人めでたいから「紅白」いいんじゃないかみたいなあれ,あれも多分中居がいいよって思うもあすぐ人と一緒やりたいって、ね、そうやろ中居と俺と二人やもんで,うやそうですよね。二人で「紅白」やねんね 俺が白であいつが赤に回って<ー>あいつの陰謀やで中井さんに仕事振ってもらったってことですか仕事振ってもうたいうか <laughs> あいつがそれでおもろい思ったやろなああ<ー>いやなそんなことはないけどまあそれしか考えられないわねいやでもあのねその名の通り人事意見の後によく「紅白,ね、紅白」「紅白」司会やうんすごいですよねっていうかななんですかま,まだそういう のあるんですか俺これやったぞとかこの仕事決まったぞみたいなテンションってまだあるんですか紅白の司会はやっぱりすごいやんかすごいですけど、うん、いやもうほら秘書みたいにもう数々いろんな仕事してればいやいやて吉永さんからその手紙が来て「映画に出てください」これもすごい、ね、いやすごいですよ次回、えー、それも時期にまた時期に持っても手紙で<ー>じゃあ吉永さんに仕事振ってもらったと、うん、振っても<笑><笑>お前っちゃい,いてます<笑><笑> 営業みたいどっかのな俺、ね、<え>もだってゴッドタウンの仕事振りました一回、ね、<laughs> <laughs> あれあれはあれはまたほんまに反響あったなあれなんであんな反響あんのゴッドタウンいやだってゴッドタウンに師匠が来てくれるっていうのはもうこっちとしてはもうすごい祭りですしいやいやそんなことないやろゴッドタウンですよだってゴッドタウンってえらい人気あったやろ俺知らんかったか人気はありますけどいわゆる深夜の中の、まあ、僕ら世代しか出ないところに ですからね、うん、そこにまさか来ていただけるほんならなんでやねんお前それ三万にもらえへんの三万に三万に売ったやり3万さんやっぱなんなんだろう怖いですよねえ怖いですあのなんかシャレでもごとたん来てくださいよっていうのは怖いですやっぱりたけしにさんは絶対無理ですで師匠ぐらいがちょうどいいんです <laughs> それやっぱ人徳じゃないですかでも人徳人徳です振ってやった振ってやったはは <laughs> <laughs> 怖さは誰と一緒やねん俺は、うん、いやそれ本当に俺人生で初めてされた質問ですね確かに緊,緊張感ってことか、ね、そう,そうですね誰と緊張誰と一緒ぐらいやねんまあだから同期の同期は思ってんちゃうか割といや,いやそんなことないです当然でもやっぱり中居とどっち気使うの俺と中居やったらいいラインですね<え>ちょうどいいとこじゃないですかね あでも中居さんの方が気ぃ使うかもしれないですねやっぱスマップだし見てみようお前も権力権限 <laughs> 権力権力あいスマップいやうんなんかねあの誰お,お笑いで言ってみようお笑いでどれぐらいからまあ当然僕多分一番緊張する人ってたけしさんなんですよたけしさんにはやっぱ及ばないのでまあ当たり前タモリさんはタモリさんはやっぱ緊張しますね うんきまき緊張するとかま気を使うってことですね。うん。まともな。あとこれぐらいかな。姿勢もあるしな。知性姿勢があるやろ。うだね。姿勢。テラカドジモさんぐらいじゃないですか。あの緊張感っていう意味気を使うとかそういう意味で言うと、そこ絶対だかと。テラカドジモやで空気全くないよあの人。 空気読むかどうかの話してないですから僕が要はこっちがいいやつやで,で、ね、背中部君自慢めっちゃいいやつやで、はい、<う>いや僕が、まあ、気を使うっていう意味で言うとジモンさんと同じぐらいです龍平さんとかだともう本当にまに、あ、仲がいいというと失礼なんですけど先輩なんででもほ,ほぼ気を使わなくていいんですよ飲んでたりしてるもやっぱ自問さんってそんなにそういう意味でと親しくないっていうのもあるのででまあ先輩だし 緊張感あるんですよねそ,それぐらいですえ足りないんですかだだ誰がむしろ誰って言われたかったですかまあそうやなもうやっぱりちょっと権力のある人やな <laughs> もうちょっと権力のある人や自問はそない権力ないやろいやでも実際権力をお持ちなわけじゃないですか うん、なのにに僕らにそうやっっててままあ気は使ってますよでもなんかリラックスさせてくれるっていうのはう人徳以外何者でもないですから。うんでだってそうやって仕事を取ってるんですよね。<laughs> <laughs> そうやって <laughs> ちょっとこれはねうちの嫁はんに今あれやけどそうやって仕事を取ってる <laughs> どんなどんな商法や俺はお笑いの中では人柄商法 <laughs> 人柄だってほら鶴瓶師匠のこと嫌いって人誰もいないじゃないですかいてるかも分かん,いんでいやでも悪口とか一回も聞いたことないですもんねあの人やだよな何もう何か収録中も怒っちゃってさとかそんなのか全く聞かないですもん緊張感がないからやなあのいやそれはなんか人徳っていうふうに言ってますからね ほんらこの中で気使った人お,おんのこれみんなに気使うたん監督やると気使うやんかそんなもんね気使います気使うでこれ監督監督ってやっぱり気使うやろ監督っぽくしたらあかんわけやんかあのやっぱり劇団ひとりさんやけど監督どない呼ばれてんの監督ですよ<の><え>現場ではほんなら柴崎湖にも監督って呼ばれてんの監督って言われました 実は、どうやの、柴咲コに監督って言われたら。いや、もう現場もでも,も、みんなそうやっていうの、こうちゃんとかいうの。こうちゃんもっぺんやってとかど、どんな。いや、柴崎さんっていうふうに。柴崎さんっていうの。うふうに。あれは。あの、ようちゃんの今度は、どんなやの。青大泉さんっていうふうに。へ<ー>言ってますけどね。お笑いの人は出てたでしょたくさん出てたやんが、よう出してた。ああうんいや。そんな出てないです。が、まあ。 見ていやいやあの「あこの人笑い違うのか?」って思う人ヨさん言ってたけど誰ですかいやだから知,知らん名前知らんけど分かってえね「笑いの分かって」出てたやんか激あ,のあのあれ寄せのシーンなんかでも何人か出てたやんか「笑いの分かって」本当、ね、見てないくせにちょいちょい当てますね <laughs> 本当にそうなんですよ寄せのシーンで何人か芸人若、うん、手はお願いしてますけどね、うん、本当にああこれでもやっぱりその辺偉いなと劇団がやってんねんからねこうやってあ若手も出てるなあてま,あまあちょいちょい手伝ってはもらいましたけどもはいまあだからその辺はいいなと思ってねうんいいないやいや、うん、そ,れそういう監督がパンフレット見ながらネタ探すのやめてもらっていいですか 見ててないからってパンフレットから何か情報を得られるんじゃないかと思ってネタ探してるじゃないですか全くネタを探してないこの人えらいこと言うななんか一個でもいいかこの映画の宣伝になるようなそういうコメントをくださいねえねえあのおいちょっと俺何の今日一つもプロモーションになってないですって本当にこれなってます 晴天の霹靂や,いやタイトルいやみんな見に来るってもんじゃないんですよやっぱそんな甘くないですでプロモーションって劇場ものすごいあるやろこれ何巻ぐらい開けてんの300ぐらいですかねうわー <laughs> ほんとみんな生まらなあかんわけやんかまあそうです見ていただきたいですよで何億ぐらい行こうとしてんのテルマエロエが50億と超えたやてはいいやもうそんなもんも到底及ばないですけどうんどこまで行こうと思ってんの それなんか10とか超えてくれたら嬉しいよ、ね、10は超えないとこんなもん<台>ここの,あの映画の人怒らはるよ10は超えないとそんなもんすごい急にテンション上がりましたねいやいや10は超えないといや10は超えた一応大台ですからうんいやいやそ弟なんかもうえら超えやでいやそういやう20ぐらい行ってんねんいやだからそれ素晴らしいですただ世の中10いってない映画なんか山ほどありますからねいやでも10はいってもらわないと私も困るなこれは 十は言ってもらわないと。小学校困る。いやいや、こういうものに出ていただいて、あ、うん、あれが出たから十超えたんやとね。まあ、誰かが思ってくれたら,それらそ、それでええわけやんか。ああ、あつるの番組出たら、そんな十超えのかみたいなね。そういうことになってもらわないと。で、これようちゃんや、ようちゃん偉い人気やで、ええ、うん、人気ありますよ。まだえ,え人気や、ね、なこの人間、まだ。そうですね。うん、まだおもろい。これ、うん、お笑いなのようちゃんは。 まあ芸人ではないですよねいわゆるいやだから芸人のようなおもろさあるよね、うん、いやもうずっとしゃべってますからねええー、まあやしねはい、うん、であそうやさ大泉洋ってええ顔してるけどどっか不細工やんなそうですねどっか、まあ、安心できる顔やんなええ、まあ、顔やでとにかくええ顔やけど、うん、ここと俺はどうなのえ大泉洋の顔と俺はどうこれは大泉洋です お兄さんは何だろうええ顔ええ顔確かにええ顔してる顔してるけどもどっかちょっと鼻いがんちゃうかなんていうようなとこもあるでかでもええ顔してんねんほんまにええ顔してんねん主演の悪口のやめともっていいですかええ顔してるよこんな顔好きやもう大泉顔かわいい顔くしゃくしゃってしてんねんはいたまになんかかっこよく見えるんです見える見えるそれが好きなんですよね僕はそれはもうええそこが一番のポイントやからね 主題歌ミスチルそうですすごいなすごいですよあれ誰かいなと思っミスチルミスチルですえー、歌やなと思っけどミスチルかいな聞いたんですか当たり前だないやもうそろそろはっきりしさい。見たんですか見てないんですか見ましたよどうですかこれいやだって今も発言聞くとまるで見たかのようなそうです いや怪しいないや怪しいなってほんまに見ましこれ予告だけ見たみたいな可能性ありますねあの見た見た見たええー、音楽やったわこれ誰が頼んだミスチリに知り合うんだ僕です僕ですお前ミスチリと知り合いなの知り合いじゃないですよ知り合いじゃなくてみんなお分けしてくれへんよミスチリなんかいやだからダメ元でお願いしたんですよ<へー> <laughs> <laughs> そうですダメ元でお願いしたら向こうがまあ客を呼んであ,あ 書きましょうってことで。作ってくれたー。あ、そう。はい。ありがたいですよね。ありがたいよ、ね。な、こんなんも新人の監督がやで、頼みに行ったって絶対あれやで、劇団ひとっていう名前で。言うで、やってくれたんかな。どうなんですかね。うん、よく。この発想は前からあったん、丹精天の霹靂いうのは。その、こんな本書こうっていうのは。あったん。 これマジックバーで、うん、マジックバーで行ったことあります。あれあるやんか。あれねれ知ってる知ってる,あるやんかって言われたって。スターというね、はい、六本木のとこの横にねあのー、やってんね南男が。はい、そこにあのここの俺監修やってたこの人持ったので。あマヤ一世さん。マヤ一世がおってそこで俺出会ったよんでマヤ一世に無学に出てもらだね。 あ、マヤさんがマジックバーで働いてる時代にそうそうそう,そう,そうあ昔働いてたって聞いてますそうそうそ,うそこ行ってな自分うまいな言て「はい、来てくれへんか」言て来てくれ無学に劇団さんも来ていただいて、はい、あの無学に来ていただいたんですよいやもう本当に芸達者の方うまいよこの人そうなんですよ、うん、そうでなんでお願いしたんですね、うん、でそのマジックバーに行った時に「あの、ペーパーローズ」っていうマジック見て 紙で作った花をこう宙に浮かせてバラに変えるみたいなマジックがあるんですよ、うん、あの映画の中にもあったんでご存知だと思うんですけどああ<ー>うんあれが中心になってるやんかそうですねだから最後ポーンといったらそのあれあのバラにパーンとバラが舞台に残ってるやんかいやそれも今パンフレットになってるやつでしょ <laughs> 今パンフレットから抜粋しましたよね 疑い,疑いすぎですよいやってもうまさにそのページ見てたんでそうですあのシーンですうんまああれあれをやりたくて小説書き始めて映画化ですあ<ー>、はい、あほんな俺も小説書こうかな書きましょうよ私それは、うん、もうだって落語できる方は小説書,書いてるみたいなもんじゃないですかまあ,まあまあ男子なんかは書きますからね、はい、ええー それを文字に起こすかどうかの差ですからねああ、でもこの壁歴有字書かれへん壁歴いやパソコンありますからでけパソコンパソコン出てへんずっといつも書いてんねんこれ見て見てくれたらわかるあーペンだっこがうんへ、えー手書きなんですか手書きな,なんでそこにそんなにでっかい豆できるんですかそれネタ書いてる時ですかそうよへ、えーペンの持ち方が悪いんじゃないですか そんなでっかいのできます?。子供の頃に。あったんや、それが大きなって。え?なだ。たま、できもんなんすかです<き>ね。<laughs> それ今ペンダコだってかっこつけたんですか?。かっこつけたんですか、今。<laughs> 一生懸命ネタ書いてるって思われたくて。ええー、そこにあんな、思ってね。はい、で、ここにあった喧嘩強そうやんか?。はいはいはい。あの、今度ここへ移れへんかな、思ってね。<laughs> 拳に,拳にね、うん、拳にケンカダコみたいにケンカダコみたいなあれケンカダコやでって、はい、これ映画のプロモーションになってますかねえ画なりやん師匠のケンカダコ作りたいって話違う違う,違うそれはあかんけどもちょいちょいこれあバラのやつ何やつポイントで入れてるわけよ、うん、全部これは俺のね昔からのそのインタビューの手法やねははポイントでえあそこにこんなん出んのかお笑いが何が出んのえあそうようちゃんこんなんもう ずーっと重なっていったら見たい見たいなんねあ一気に例えば10分ずーっと映画の話っていうよりかはちょっとずつそうあこれは勉強になります、ね、昭和48年に、はい、まあ言うたらボンとねスリタイムスリップするわけやんか、はい、そのタイムスリップするというのもやな俺の芸歴の1年後やからね、はい、いわゆるそのタイムスリップしたあの芸人は俺より後輩やで何言ってるんですか <laughs> かタイムスリップというのはものすごいスリップするわけや、せアノにもかかわらず、はい、まだタイムスリップした人よりも、1年上の芸歴の人がここに出るわけやんか。そうですね、ね<や>その人に対して緊張感も、自分が書いたやつ、タイムスリップというのはもう信じられないぐらいタイムスリップするやろ。 自分が、えって、40年前ですからね。こんな人が、もうその時芸人やったんかという尊敬の念を持つはずやで、普通は。いや、持ってますよ。持っては、持ってないかな、そこら辺は。持ってないやろ、猫ひろしとか出してくんねんから。そえー、そしたら見た目じゃない。とか出してくんねんもん。見た目だけの話ですよ。 それもうジモンさんちょっとバカに過ぎじゃないですかそうなっちゃうとジモンはなんで俺がジモンとなんかと一緒なんだみたいなジモンの前でも言えるわ <laughs> お,お前となんで俺が一緒やねん <laughs> ジモンもう来れん思うよあいつは名前出してくれてありがとう言うよ、はい、もうそろそろ帰ってくれんなもう本当にもうええね これで俺もあと行かなあかんし生放送も終わるしいやいいですけどもうちょっとなんか滑らかな送り出しないんですかあ本当そんなの帰ってくれへんかなみたいなすいませんいやということでどの子見た番組聞いてる方にちょっとメッセージを送らせていただきますがまあ実は本当に見てないように言いましたけどもこのひとりさんからメッセージをいただきますお願いします <laughs> もうディレクターともうまくいってないじゃないですかはい、はい、僕からのメッセージですよなんで自分からメッセージを言おうとしちゃったんですか今、はい、どうぞお願いしますはいあの映画「青天の霹靂」というのはですねあのマジシャンが昭和48年の浅草に帰って、まあ、そこの両親と出会うみたいなマジックをですね吹き替えなしでご本人にいろいろ挑戦してもらってるんでここが非常に見どころだということですねほんならう,うちゃんももうできるわけ今でもマジックは。 もう撮影からずいぶん期間経っちゃったんであれですけどもあの当時は相当練習してあのそれこそマヤさんに教えてもらったマジックとか相当のもんでしたよへえ<ー>、はい、そういう話をしたかったですけどちょっといろいろ時間なくてケンカこの話とか猫ひろしの話になっちゃいましたけども僕もマヤさんにはもらいましたからねもらったあのなんていうか手品グッズは僕もいただきました はいはい、りますねはいあの晴天の霹靂』はい、ぜひ、えー、5月24月2324222324 23ぐらいであの舞台挨拶があるということですよね,そうですね頑張ってくださいあ、まあ、鶴瓶師匠もあの来ていただけるということでいやいや僕はもうちょっとそれは遠慮します <laughs> <laughs> はっきり言いましたねはいそれはもう迷惑かかりますからねいや、まあ、それやったら猫ひろも連れて行きましょうよ それやったら、猫よろしも、晴天の霹靂やったら。<laughs> 寺門の呪文も、何来てんねんみたいな、ええ、恵比さんも連れて、何せんねん、お前ら、言うて。え、それはこっち、お断りします。はい、晴天、それだったら。ずーっとついてくる、はい、猫と呪文と、<laughs> お恵比さんが。その四人の特番見たいですね。<laughs> 面白そうだな。まあ、面白いかも。<laughs> どうもあの本当に、えー、頑張ってくださいねありがとうございます5月2日から晴天の歴歴です、はいえー、公開でございますまあすごい,い,い,い映画に出来上がってますんでよろしくお願、ね、い <laughs> それでは失礼いたしますありがとうございます えー、今日のですね、劇団一人さんの、まあ、感想していただきたいと思います。感想をどんどんしていただきたいと思いますが、メール。つるべアットマーク一二四二ドットコム。鶴瓶アットマーク一二四二ドットコムです。おはがきは、えー、郵便番号一〇〇の八四三九。日本放送。笑福亭るべ日曜日のそれがかりでございますね。来週はですね、五月の二十四日公開。僕たちの家族という映画でございます。これはもう,もう見ております。 当然もう見ましてなかなか素晴らしい映画でしたねこれはもう見させていただきました、えー、同じ5月の24日公開なんですけどね、えー、今最も期待されている若手の監督でございまして石井裕也さんをゲストにお迎えします、えー、楽しみにしておいていただきたいと思いますそれじゃあまた来週